こんにちは、ダイスです。今回はポケモン関係で 3DS 任天堂 e ショップのサービス終了に伴うやっておいた方がいいことのご紹介になります。任天堂 e ショップの 3DS サービス終了は2023年3月28日火曜日の朝9時までです。サービスが終了してしまうと 3DS でダウンロード可能だったものが全くダウンロードができなくなるという風になってしまいます。特別なサトシのポケモンのサトシ月光河はこの 3DS の e ショップのサービス終了で完全にサトシ月光河の入手方法はなくなってしまいます。今後あるかどうかもわからないという配布を待つよりは現状の入手可能な方法でゲットしておく方が私はいいと思います。サトシ月光河の入手に必要なものは 3DS で無料でダウンロードが可能なポケモンソフトのポケモンバンクとサンムーンの特別体験版です。ポケモンバンクに関してはポケモンバンクで調べればすぐ出てきますし、サンムーンの特別体験版に関してはポケモン体験で調べればサンムーンの特別体験版のソフトがダウンロードするページが見つかると思います。その他に製品版のポケモンサン&ムーンがあればサトシ月光河をポケモンホームに連れてくるというのも後でできるようになります。まあ、今後サンムーンの体験版買うか買わないかはわからないっていう状態かもしれませんが、 3DS を持っている方であればポケモンバンクもサンムーンの特別体験版も無料でダウンロードできて遊べますのでやってみてください。ここからはサトシ月光河の入手の流れについてです。まずはポケモンサン&ムーンの特別体験版をダウンロードします。一緒にポケモンバンクもダウンロードしてください。体験版は始まるとこんな感じです。アローラ地方に初めて行ったという感じになっているんですが、主人公はサトシから、多分サトシから手紙を受け取って月光河と友達になります。サトシ月光河の入手方法の流れについては、ポケモンサンムーンの特別体験版を遊んで、でその後サンムーンの製品版にサトシ月光河を送り、サトシ月光河をサンムーンからポケモンバンクに送って、ポケモンバンクからポケモンホームに送るという方法を取れば、ポケモンバンク上にサトシ月光河を保存しておくことができます。特別体験版でもらった手紙の中に、君に託したポケモンの月光河は元気かいって言われているんですけど、この書き方でサトシ月光河がもらえてるということを考えると、私はこの手紙はサトシから届いたんじゃないかなと思っているんですが、皆さんはどう思いますか？送り主の名前は書いてないっていう風にはなっているんですが、アニメのポケットモンスターのサトシも最終回を迎えましたので、思い出としてサトシ月光河は私はポケモンホームに移して持っておこうと思います。その後月光河と一緒にバトルをして体験版を進めていくんですが、サンムーンのアローラ地方で初めて登場したジャラランガの主ポケとバトルをする際には、一発では倒せないのでサトシ月光河が絆変化をして姿が変わる様子も見ることができます。サトシの月光河は特別な特性の絆変化でサトシ月光河の姿に変わるんですけど、この絆変化で姿が変わるというモーションが今現在皆さんも多分遊んでると思うですが、スカーレットバイオレットの中で再現されるかどうかはまだ分かっていません。もしかしたらスカーレットバイオレットに月光河はポケモンホームから連れてこれるかもしれないけど、サトシ月光河に変化してくれるかどうかっていうところはまだ定かではないですが、まあ、とりあえずですね、ポケモンホームにはでは連れてこれますので、ぜひやってもらいたいなと思っちゃいますね。本当にですね、サトシ月光河のこの絆変化の変化がめちゃくちゃかっこいいんですよね。
今作のスカーレット・バイオレットの特性の中には絆変化っていう文字があるので連れてこれるんじゃないかとは思ってるんですけど、月光河からサトシ月光河に変わるっていうその文字が入っているかどうかもわからないんですが、個人的には入っていてほしいなとは思っちゃいますね。ポケモンホーム連携した時に連れてきてみようと思って、私は久しぶりに生成中だったかな 3DS を開いて、でもうすでにね体験版はダウンロードしてあるし遊べる状態にはなっていて、3分まで月光河は移動してあったんですが、動画をね当時撮ってたのでそっちを見て、ああこんなだったなって思い出しました。サトシと月光河の話に関してはアニポケだと XY とかですよね。いやすごい懐かしい感じがしたので、サトシのね最終回のアニポケを見た時にはまた映画のねアニポケ見ようって思っていたんですけど、 XY のねアニメ自体もポケモン公式の YouTube に実は第1話とかが、特別に今見れるように多分なってる状態なんですよね。なのでそっちをね後で見たいなと思っちゃいます。ちなみに体験版自体は30分ぐらいで終わって、体験版終了した後にポケモンセンターにいるククイ博士に話しかけることでパッケージの製品版にポケモンを送るっていうのができるようになってます。この方法をとってサンムーンの製品版に体験版で仲間になって友達になれた月光河を送るということをやる感じなんですけど、基本的にこのサンムーンの製品版で言うことを聞いてくれるまでには2つ目の試練を突破する必要があるんですけど、サンムーン体験版からサンムーンの製品版に送ってその後ポケモンバンクに預けるだけであれば製品版がサンかムーンどちらかあればいいという感じです。製品版の方だとポケモンセンターにいる配達員のお兄ちゃんから受け取る感じです。以上がサトシ月光河の入手方法についてです。まあ、簡単にサクッとお話ししてしまったんですが、 3DS を持ってるよっていう方はぜひですねポケモンバンクとポケモンサンムーンの特別体験版、この2つに関しては無料でダウンロードができるものになるので、ぜひ3月28日の朝9時までにダウンロードを終わらせておきましょう。今後サンムーンの製品版を買う買わないに関わらず、この2つに関しては無料ダウンロードですのでやっておくといいと思います。まあ、ゆくゆくねちょっと気がついた時にサンムーンの体験版から製品版に移す機会があればポケモンホームとポケモンバンクは連携させられますので、ポケモンホームで保管する方法が今のところは取れます。スカーレットとバイオレットに動かせるかどうかっていうのは、データ自体はね最強月光河が登場してるので月光河のデータは入れられるんですけど、サトシ月光河に絆変化してくれるかっていうところまでは定かではないので、また今後ポケモンホームが連携した時に試してみたいなと思います。はい、以上がもうすぐ終わってしまうサトシの特別なポケモンサトシ月光河の入手方法についてをまとめた動画になりました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。アニポケも終わってしまって、映画でねまたサトシとピカチュウの冒険見ようって思っていたんですが、サトシ月光河は XY なので、 XY のねアニメは公式ポケモンチャンネルでちょこっと出てるので、そこを見つつ楽しもうと思います。それではまた See you!